露元神は、アスカ時代の豪族、い原氏の一人。姓は君で、新足氏とも。露原氏は、駿河国の露玄国像の国像一族で、新先生白六教皇別に、笠サー同僧。若竹彦命の後なりとあって、その孫のキ備武彦が、慶光天皇の命で東方に派遣され、露原国を与えられた、とある。同族には、角河国像や、 国前国の三八子がある。駿河国伊原郡現在の静岡市清水区には、三池平古墳、五宝堂山三号墳、新明山一号墳、その西の青い区には、谷津山古墳など大型の前方後方墳や、前方後円墳があり、露言国像の有力な主張母と考えられている。日本初期巻、第26によると、斎明天皇6年にゼドし、 くだらのために、将に、白木を歌うと欲して、すなわち、駿河国に御子と乗りして船を作らしむとあるので、この露言心と関係があると見られ、彼の一族が国の宮津子として率いる軍事動員の能力が期待されたことが伺われる。初期末期第27によると、天示天皇2年3月に、 くだら復興のためのの6人の将軍が率いる2万7千人の白木政党軍団が到着した一方で、くだら王室内部では内紛が発生していた。大和政権の擁立したくだらの子に騎士、不予報将は重心機質腹心を無本の罪で処断し、その首を必死をにした。このありさまを知った白木軍は後期とみて、くだらのと、周やわ城を奪おうとした。 そのことを察した法省は、日本国の救援の将軍、露玄君臣が一万余りの軍団を率いて、日本からやってくるので、私が自分で行って、城村で出迎えると書承に言った。敵軍は、周柔ら城を取り囲み、塔の戦艦百七十艘が白月の絵に陣列を敷いた。そして、日本の先に到着した船氏と大塔の船氏とが、衝突し、戦闘が始まったが、不利と見て、 日本軍は退いた。大東の陣営は固く、翌日、日本の諸将とくだらの王は、気象を見ないまま、がト先を、そうはば、彼自ずからに退くべしと、何の戦略も立てずに、隊列の乱れた中軍を率いて突入していった。東軍は、左右から船を挟み取り囲んで攻撃し、日本、くだら連合軍は惨敗した。水にもむきて溺れ死ぬる者王し 軸路回線すことえず。といった状況の中で、牧師神殿内いつは、敵兵数十人を道連れにして戦死し、くだらの子二騎士は、船で、航空へと亡命していった。以上のような乱戦の中で、露玄君心が、どのようになったのかは、記述されていないため、わかっていない。なお、露原氏は、天武天皇十三年の発色のせ制定当時には、改正しておらず、 俗日本語記巻第四によると、平安時代の上は2年10月に、検討役後の露原公有氏が阿蘇を指定されている。同年2月には、露原公有氏が、検討役後に任命されている。ありがとうございます。